1848年のフランス革命はヨーロッパに起きた1848年の革命の波の一つでフランスで起こった革命である。2月に始まったことから日本では2月革命と呼ばれることが多い。この革命はそれまでのフランス革命や7月革命とは異なり以前のブルジョアジー主体の市民革命からプロレタリアート主体の革命へと転化した。この革命には 当初から社会主義者が参加しており、フランス三色期に混じって赤旗も振られた。この時代の社会主義に対する期待の高まりが見て取れるが、ルイブランなど社会主義者が臨時政府の中で孤立していくと、社会主義を報じる候補者は農民の支持を失い、翌年4月の国政選で落選してしまった。急進派の敗北は農民が フランス革命とナポレオン戦争を経てようやく手に入れた土地を社会主義者に陽動を理由に奪われることを恐れたためである。6月にはパリの労働者が放棄するが多数の犠牲者を出して失敗し、以後革命の鎮静化とともに反動が開始して最終的にルイ・ナポレオンが大統領に当選する。1848年革命のヨーロッパ。 1845年から48年にかけて、ヨーロッパに貧農の主食となっていたジャガイモを枯らす病気、ドーカレ病が蔓延し、ヨーロッパ中に大飢饉が発生した。民衆の飢饉暴動が頻発し、ヨーロッパ各国で産業革命による貧困の拡大と飢餓の発生、食料価格の高騰により深刻な社会不安が広がっていた。1846年以降、 アイルランドでは壊滅的なジャガイモ基金へと発展し、政府の十分な対策もないまま100万人もの犠牲者を出した。同様の現象が各地で発生し、フランスではジャガイモの値段は4倍、小麦の値段が2倍になり、1847年のパンの値段は冒頭して市民生活を圧迫した。南ドイツのバーデン地方でも小麦価格は4倍に、黒パンの価格は2倍となった。 また、ベルギーでは飢餓に加えて、チフスなどの薬病が蔓延。薬病はドイツにも拡大を見せ、1万人を超える、職工農民が命を落とした。1848年1月、シチリアのパレルモで暴動が起こり、両シチリア王国からの分離独立と憲法制定が要求され、これを第一波として革命がイタリア各地に波及した。この騒乱は、 ブルボン家の国王フェルディナンド2世に、シチリアの自治と憲法制定を受諾させ、革命が成就した。イタリア初の革命の余波はフランスへと到達した。南イタリアにおける地方的騒乱は、ドミノ倒し状に連鎖して、ゴールの御のりの鳴き声と共に1848年革命と呼ばれる欧州動乱へと発展する。詳細は、1848年革命を、 参照1830年の7月革命の結果、誕生したオルレアン王政では、選挙権の拡大が行われたものの納税額による制限選挙自体は維持され、選挙権を持たない労働者、農民層の不満が高まった。有権者資格は、納税額300フランから200フランに引き下げられ、9万4千人から1.8倍以上の16万8千人へと増加した。しかし、 有権者の割合はフランス全人口3500万人の0.5%に過ぎなかった。フランスでは鉄道熱が加熱し各地で路線が建設されるなど大規模な開発が進められたがこうした産業の発展の恩恵を一般の国民は受けられずにした。一部の富裕層に富が集中し多数の国民が貧困に取り残されていった。 しかし、議員の選挙は依然として数百人の投票によって決定され、増収割によって政治は左右され、フランス政治は特権階級による権力の独占という様相を国使、密室政治と利権政治へと堕落していた。詳細は、7月王政を参照首相偽造は選挙制の改革に関して反対の立場を取っていた。彼は選挙権が欲しければ、 金持ちになりたまえと語り、国民の不満に対して目を向けなかった。フランスでは不満が高まっていた。こうした不満のはけ口として、改革宴会という集会が盛んに開催され、ある程度のガス抜きが行われていた。改革宴会とは、選挙権の拡大や労働者、農民の諸権利を要求する政治集会だが、宴会の名目で開催していたもので、 共和派のルドリュロランが、リールで推進したものが有名であった。ルイ・フィリップ一世1848年2月21日、ルナショナルは、政権批判を目的にシャンゼリゼ通りで、改革宴会の開催を呼びかけ、パリの民衆と国民衛兵に参加を求めた。しかし、こうした改革宴会は反乱の呼びかけと見られており、議会が中止を申し渡したものの布告は人々に、 伝達せず、多くの群衆が集結した。当日の22日は、雨が降っていたが、労働者、農民からなる、多数の男女が集まり始め、学生が合流して人数は、急速に膨らみ、大規模なデモとなった。そして、人々は、行進を開始、国民衛兵の制止を聞かずセーヌ川の橋を渡り、議会へと向かった。議会では、 偽造内閣に対する非難決議が提案されていたが、議会の外では起こる群衆とこれに対峙する軍との睨み合いとなっていた。政府が改革宴会に対して解散命令を出すと、両騎兵が群衆に攻撃を開始し、群衆は改革万歳、偽造を倒せとの怒号とともに投石で対抗して、市街各所にバリケードを築き始める。そこに銃声が轟き、 二人の犠牲が出た。この時の犠牲者は二人とも女性で、人々の怒りは頂点に達した。翌2月23日、国王ルイ・フィリップは、首相のフランスは偽造を罷免して、事態の鎮静化を図る一方、三万人の正規軍と国民衛兵に召集をかけた。偽造辞任に人々は歓喜し、国王の決断を、 国民は叩いたが、国王が新首相に指名したルイマシューモレは保守派の人物であった。新内閣の組閣に批判的な民衆は依然としてデモを続け、24日には武装放棄へと発展、軍との衝突で多数の死傷者が出た。国王はアドルフ・ティエールに事態打開を求めた。この時、ティエールは後にパリコミューン革命に際して実行することになる作戦案。 パリを一時ステファントに掌握するに任せ、時間を稼いで体制を立て直して、反転構成し、パリを再ダッシュする、を国王に提言した。しかし、国王は、ティエールの非常な解決策を拒み、退位を決意、ロンドンに亡命して王政が崩壊した。これが1848年のフランス革命である。詳細は、ルイ・フィリップ及び、フランスワ偽造を、 参照詳細は、EN、フレンチセカンド・リパブリックを参照フランス2月革命、アルフォンスド・ラマルティーヌ国王退位後、革命は新体制の樹立を必要とした。退位したルイ・フィリップは、新国王として指名した孫のパリ・ハク・フィリップに王位を継承させることを望んでおり、摂政として母オルレアン皇妃が補佐することを期待していた。しかし、群衆の乱入であれる議会を制し、 政局を掌握したラマルティーヌは王政を拒絶し、共和制を採用すべきと主張した。彼は、穏健な共和主義の信奉者であり、ジロンド派の歴史を執筆して、なお馳せた文子で、ジロンド派の政治理念を継承して、自由民主主義に基づく、新国家の建設を志していた。同日、ラマルティーヌが指導して、オルレアンサ派、ブルジョワ共和派、 ジャコバン派など左派を結集して1848年の臨時政府が組織された。フランス革命の経験者であったデュポンド・ルールが主犯となって、法省にユダヤ人弁護士のアドルフ・クレミューが就任。保守派のフランスはアラゴ、資本家のガルニエ・パジェス、ジャコバン派のルドリュ・ロラン、社会主義者のルイ・ブラン、機械校のアルベール・ルーブリエ、ル・ナショナルの編集者、アルマン・マラスと ラ・レフォルムの編集者、フェルディナン・フロコンらが、臨時政府の閣僚となった。ラ・マルティーヌは外相に就任し、かつてフランスの友好国であった、ポーランドの独立を求める声を目殺、革命戦争を拒絶して、平和協調路線を採用した。以降、ラ・マルティーヌは、臨時政府の方針をやつぎばやに打ち出していく。翌25日、臨時政府はラ・マルティーヌが中心となって、 パリ市庁舎にて共和制を宣言した。フランス人民の名において、王政はいかなる形態の下であろうと、フランスにおいては廃止される。共和制を宣告する。各してフランスは第二共和制に移行した。しかし、臨時政府は共和制を樹立したものの不安定であった。ラマルティーヌは新共和国の象徴として三色期から、 赤旗の形容を求め失業や貧困といった、窮迫する社会問題への対応を迫る左派、そして既得権を守りたい右派の両派からの構成を受けながら誕生間もない共和制を守らなければならなかった。ことに赤旗問題は国家理念に関わる重要な問題を提起した。元来、赤旗は公正という愛の表彰である一方、階級闘争とフランス革命戦争、 ジャコバン派の恐怖政治という歴史的安部を想起させるものであり、また急進的な革命の思想として当時急速にルフしていた社会主義、共産主義を思考する労働社会級の政治上の立場を示す旗印であった。ラマルティーヌはリベラルの立場を保っていたため赤旗の形容を拒絶した。私の手はこうした法令に決して署名することはない。 私は死に至るまで、この地の旗を拒むけれども、諸君も私以上に、それを嫌うようになるだろう。なぜなら、諸君が持ってきた赤旗は、17、91年と93年に、人民の地にまみれてシャンドマルスを一回りしたに、過ぎないが、三色旗は、祖国の名前と栄光と自由を携えて、世界を一周したからなのだ。この演説に感動した、ある男がラマルティーヌを抱きしめ、 集まっていた理工科学校の学生や陸軍学校の学生と民衆は喝采を送った。ラマルティーヌは第二共和制の表彰を共和国の三色旗とし自由民主主義の精神を擁護することに成功した。ただし政府は情報案として旗竿に赤いリボンを結びつけて良いという布告を出し民心の安定にも配慮を示した。詳細はフランスの国旗 赤旗、および、シャンド・マルスの虐殺を、参照臨時政府と、社会問題、編集19世紀フランス奴隷解放の父ビクトル、シュルシェール・ラマルティーヌは赤旗を拒絶する一方、労働者の支持を確保するため、社会問題に対して、本格的な取り組みを示した。臨時政府は、生存権、労働権、団結権などの諸権利を承認したほか、言論の自由、 出版の自由が保障され、200以上の新聞が発刊されることになった。一方、4月27日に、ビクトル・シュルシェールの働きで、奴隷制の廃止の精霊が発せられた。マルティニークでは5月23日に、グアドループでは5月27日に、第一共和世紀にジャコバン派によって廃止され、ナポレオン・ボナパルトによって復活された、奴隷制の廃止が実現された。 政府は民衆の支持を必要としたため民主主義を報じ、市民権を擁護することは自明であったが、ラマルティーヌ自身自由主義と社会主義との問題で微妙な立場に立たされた。ラマルティーヌは政府への支持をつなぎ止めていくために、労働者階級の怪獣を図ろうと考えていた。彼は労働者のアルベールや社会主義者、ルイ・ブランを臨時政府の閣僚として徴用して、 すぐさま特性例を出して、借金返済の免除を図るなど、貧民や失業者に対する救済策をとっていく。翌26日、ラマルティーヌは高級を約束して、機動隊の新兵募集を布告したほか、ルイブランの提案を消極的であるが一部採用して、失業者8万人を雇用して、国立作業場と呼ばれるモデル工場の設立に取り組むこととなり、新兵の制服の製作や、 軍関係の備品の調達に当たらせた。また、モンパルナス駅と周辺路線の改修工事をはじめ新規の公共事業が提案され、失業問題の解決に新政府は本腰を入れることとなった。ルイブランの政策案、編集フランスにおける初期社会主義の代表者、ルイブラン・ルイブランは臨時政府のもとで、まず先に失業問題に取り組んだ。ルイブランは失業の原因は、 市場競争と自由交換であると考えていた。彼は自身の認識を次のように示している。市場を手に入れるための生産者相互間の戦い、雇用を手に入れるための労働者相互間の戦い、賃金を決めるための製造業者と労働者との戦い、貧乏人にとって変わって彼を飢え死にさせることになる機会に対する貧乏人の戦い、競争の名の下でのこうしたことが 産業の観点から観察される状況の特徴的事実なのだ。ルイ・ブランは市場に放任される経済ではなく、個人間の連帯と人々の友愛に基づいて、経済秩序を変革することで、社会問題の解決は、図れると考えていた。経済危機に直面するフランスでは、政府は生産の最高の規制者として考えられ、その仕事を成し遂げるために、 大きな力を授けられると考えており、こうした立場から経済への政府干渉を高めて、国家が弱者救済のために主導的な役割を果たす必要があった。加えて、この仕事は競争を消滅させるために競争の武器そのものを役立てることにある。政府は借鑑するが、その果実は国民的産業のうちの最も重要な部門で、 社会作業場を創設するために充当されるであろうと、ルイブランは語った。この言及は、銀行、保険、鉄道などの分野で国有企業を創設し、国有企業が民間企業と競争することを意味していた。これによって、民間企業を資本家による個人経営から法人経営へと移行させ、労働者による自主管理的な企業への転換を促し、 労働者の待遇改善を促進させるということに狙いがあった。また、民間企業による公共性を無視した競争に規制を実施して競争、そのものを消滅させ、労働の組織の導入によって生産力を調整したり、向上させたりすることを期待していた。ルイ・ブランは、経済構造改革の実現で労働者の待遇が向上し、生産が効率化して賃金が上がり、 過剰生産と商品不足の循環による矛盾が解消されて不況は克服されると考えた。しかし、ルイ・ブランの提案は政府に拒絶された。ラマルティーヌが自由主義者で、経済活動と個人間の競争の自由を重んじたためであるが、代替として失業者を雇用するために、国立作業場が設置された。これは、ルイ・ブランが提案していたものとは異なるもので、 なおかつ管轄も公共事業省のマリに預けられた。こうした政府の妨害に直面し、2月28日、ルイ・ブランは政府に辞表を提出した。しかし、政府はアラゴが調停役となって和解案を提示した。臨時政府は労働者対策を準備する目的で、リュクサンブルール宮殿に産業に関する労働者委員会を設立してはどうかと提案した。 こうして、リュクサンブール委員会が発足し、ルイブランの管轄下にあって、活動を始めることになった。リュクサンブール委員会、編集同意委員会は、職業別に労働者と業者から構成される部会を設置した。そして、サンシモン派やフーリーエ派などのジャーナリストを顧問として、配置、彼らを、各々の担当事案に割り振って労働者からの陳情を聞きながら重要法案の作成に着手した。 その中で委員会は労働時間の短縮と中間搾取の温床となっていた労働を受けおい制の廃止を提案し、この提案を法制化することに成功した。また、賃金紛争が生じた場合には、ストライキの当事者を召喚して、労働者と雇用者双方の主張を聞き、賃金の改定を働きかけるなど、中央評議会のような活動にも従事していた。実際、各地に、 労働組合の中央組織を作り、資金や技術の提供、共済保険の設置に支援を行った。フランス銀行を国有化して政府が金融政策を掌握し、企業融資や労働者融資を行う信用組織とすることも構想したが、これは実現しなかった。リュクサンブール委員会は、一労働省の設置、に鉄道、鉱山の国有化、 三フランス銀行の国有化と保険業の集中、四物資集積センターと中央市場の整備、五労働者共同組合への融資、六農業コロニーの設立などの提案を含んだ社会改革プランを政府に対して作成した。しかし、同意委員会の活動は数多くの障害に阻まれていく。元来、同意委員会は立法権も執行権もない調査研究の機関で、 権限が乏しく、憲法制定議会の設置のタイミングで解散することが定められた期限付きの臨時期間であった。そのため、委員会の調査報告は、法的強制力のない参考資料に過ぎなかった。さらに、社会主義、共産主義への恐怖心から、同委員会の活動への反対論が強まっていった。ルイ・ブラント、その一等は、リュクサンブール宮殿で国費を支出して、 税を尽くした飲食に不けっているとか、国立作業場で8万人の労働者を国費で雇用しているのはルイブランの責任であるとか、ルイブランが権力を掌握すれば農地は分割され、祭祀を取り上げられるといった根拠のない抽象が地方都市、農村で盛んに流布された。パリでは、両世界評論という雑誌を中心にルイブランの政策論が渡し、 企業と自由市場経済を根絶させようとしていると、論断され、リュクサンブール委員会は自由主義の観点から、批判された。議会選の布告、編集3月2日、成人男子選挙制の布告が出された。6ヶ月以上の居住資格を持つ21歳以上の男子が賛成権を認められ、革命前の25万人から一挙に増加して、最終的に900万人が有権者となることとなった。 同時に憲法制定国民議会の召集が決定され、4月に総選挙を実施することとした。1845年のオーギュスト・ブランキ。ラマルティーヌは成人男子選挙によって民主化を促進して、労働者の不満を政治的に吸収し、オーギュスト・ブランキら極左の革命派による放棄を予防することを意図した。一方、リュクサンブール委員会は政府に提言を行ったものの、 国民からの理解を得られず、むしろ社会主義、共産主義への敵意に直面していた。地方の村部では、危険な左翼を退治して行き過ぎた革命を正すという、機運が拡大、総選挙の結果はすでに保守派の勝利が予想された。当然、総選挙後に保守派中心の新政府発足を予期した、左派は、総選挙に猛烈に反発して、選挙の実施延期を要求した。 ルイ・ブランは人民は民主的共和制を望む。人民は人間による人間の搾取の廃止を望む。人民は共同組合による労働の組織を望む。共和国万歳、臨時政府万歳。と声明を発し、巻き返しを図るべく大規模なデモを計画して人々を動員しようとした。一方、ラマルティーヌは左派の要求を拒絶し、 国民の信託を受けた新政府を早期に発足させ、共和制を革命的求心主義から防衛しようとした。そして、デモ前日にブランキを外務省に招いて会見し、そこで互いの友好を確認して、ブランキに請求な放棄を計画しようないように案に求めていた。この計略は功を奏し、左派の暴発を事前に封じることに成功した。4月16日、 サハによるデモは予定通り実行され、5から6万人の民衆が参加したが、これに政府は軍を召集、軍は民衆を押し返してデモを解散させた。この時のデモは臨時政府に反対するものではなく、ルイブラン支援を意図するものであり、ブランキもデモに加わらなかったため本格的な武装放棄は伴わなかった。国民衛兵の兵士たちは共産主義者を倒せ、 ブランキを殺せ、カベーを殺せ、ルルーを殺せ、ルイ・ブランを倒せ、と規制を上げ、デモ隊を蹴散らしにかかった。4月16日でもは保守派の勝利として終わり、情勢の反動化をより印象づけるものとなった。5月15日事件と保守派の勝利、編集1848年のルドリュロラン4月23日の国政選挙の結果、880議席中600。 議席を恩賢共和派が占め、ビクトル・ユゴを率いる保守派の秩序党が200議席を固めたが、オーギュスト・ブランキをはじめ社会主義者からなる革命派は80議席に止まった。革命派では、ルルーや壁などの社会主義者が落選した。また、リュクサンブール委員会は多数の労働者を含む35人の候補者リストを作成したが、ルイ・ブランが過労死で当選したものの、 彼以外に当選を果たしたのは3人に過ぎなかった。各して革命派は惨敗してラマルティーヌ率いる恩恵共和派が主導権を握る審議会が発足した。そして選挙の結果、フランスはアラゴを中心にカルニエ・パジェス、ピエール・マリ、ラマルティーヌ、ルドリュロランの5人の執行委員会からなる古党政治が樹立された。これ以降、 革命を前進させようとするプロレタリアートと革命を収束させようとするブルジョワの階級対立が先鋭化していった。ルイ・ブランとリュクサンブール委員会は審議会の格好の攻撃対象となっていた。5月10日、ルイ・ブランは委員長を辞職することを条件に労働省の設置を要請したが、議会での採決で早々と否決に追い込まれた。委員会は解雇され、公認に 公共事業省のマリが指名され、ルイブランの指導力も奪われた。ここに政府内での社会主義の政治的影響力は消滅することになる。こうしてルイブランの念願であった労働省の設置は20世紀に先送りとなった。一方、議会外では情勢が再び緊迫化してゆく。5月15日、内省ルクール、パリ市長、マラストが呼びかけて、 審議会の解散を要求するデモが組織された。当日の朝、亡命ポーランド人の一体を先頭に国民衛兵の兵士や国立作業場の労働者が参加してバスティーユ広場からコンコルド広場へと群衆の行進が始まり、群衆は議会へと向かった。そして群衆は議場へと押し入っていった。5月15日の議会乱入事件である。ブランキが 議会乱入を指導して演説を行い、ポーランド支援を訴えるとともに、総選挙後ルーアンで発生した虐殺事件を非難した。混乱の中で太鼓が鳴らされ、人民の名において議会は解散されたと書かれたプラカードが掲げられ、全員で視聴者へ行こうと人々は口々に叫んだ。2月革命が再現されようとしていた。こうした動きにブランキは不信を感じて、 視聴者へは向かわなかった。ルイブランも視聴者へと向かうのを拒絶した。群衆の行進はブランキ派のアルマン・バルベスが率いることとなり、一体は視聴者に到着した。しかし、バルベスは新たな臨時政府の組閣のため討議しているところを警察によって逮捕された。トーカーとブランキも逮捕され、左翼指導者が一網打尽に逮捕されていった。新政府は 左翼勢力を一掃して、政権基盤を強固なものにすることに成功した。5月21日、シャンドマルスにて、コンコルドの祭典が開催され、ラマルティーヌは、人々の観光を受けた。だが、祝祭は、悲劇の前触れとなった。6月放棄、編集共和派軍人、ルイ・ウジェーヌ・カベニャック。6月放棄の弾圧者として、放棄以降、 イメージを急激に悪化させる。パリの6月放棄でフランス軍に殲滅された放棄労働者たちの死体を描いた絵画保守派と革命派の間に深まった緊張は新たな危機を引き起こした。保守派のファルー公爵が先頭となってルイブランの政策を次々に中止させた。特にショックが大きかったのは失業者雇用のプランとなった。 国立作業場が採算が合わないとして閉鎖されたことであった。ラマルティーヌは鉄道建設など事業に労働者を割り当てることを提案したが拒否された。保守派の狙いは国立作業場を完全に廃止して、ファルーは議会で国立作業場の弊害を精力的に演説し、革命と臨時政府の痕跡を消したい保守派中心の議会の方向性を後押しした。 反乱や流血を回避して、共和制を守りたい。ラマルティーヌの抵抗も虚しく、6月16日の採決で閉鎖が決まる。18歳から25歳までの労働者は5日以内に、国立作業場を退去するか、2年間の軍役に就くかを選択するように迫られた。しかし、これに満足しないファルーは、解散手続きの執行権を議会から預かることに成功し、 国立作業場の全労働者にオルレアン近辺の小宅地の土木工事に従事するよう命じた。失業者とはいえもともとが下手工や家具職人である労働者は政府の決定に反発したが政治家が彼らの声に耳を貸すことはなかった。6月22日、1000人余りの労働者が政府執行役のマリに面会を求めてパンテオン広場に集まり、 国立作業場閉鎖を撤回するように請願した。しかし、請願は拒絶され、その日の万数千人の労働者がデモを行い、パンカシか、労働家シかと叫び政府に抗議した。政府は労働者の抗議に対して、主たる指導者56人を逮捕して、反乱防止を図ろうとした。しかし、内相アドリアン・リクールは、 政府の決定を無視し、住所不明を理由に緊急逮捕を拒絶した。一方、政府は国防省、カベニャック将軍にパンテオン広場を占拠して反乱が発生しないように指令を発したが、共和派であったカベニャックは保守派に買収されており、これも実行されなかった。ラマルティーヌとルドリュロランは反乱と流血を回避するために全力で声を上げたが、 実際は何もできなかった。軍と保守派は革命派の一層を考えており民衆の反乱を必要としていたのである。政府が反乱シナリオを描いて情勢を作り上げていく間に6月23日から労働者はパリ北部から東部にかけての貧困地区60カ所にバリケードを築いていく。保守派の想定通りにパリの民衆が大規模な武装放棄を起こした。 これが6月放棄である。翌24日、議会は執行政府を罷免して、カベニャックを行政長官として独裁権を委ねた。カベニャックは、戒厳令を敷いて労働者の放棄に断固たる処置を加えることを公約し、その日の晩にバリケードへの攻撃命令を発する。全執行政府主犯のフランソワ・アラゴは、最後の試みとしてバリケードに赴き、 労働者に投降を呼びかけたが、虚しく拒絶されてしまう。アラゴは、部隊に発砲を命じ、戦闘が始まる。国立作業場で働かされていた10万人の労働者の窮状と、不当な扱いへの抗議がついに流血を招いた。アレクシス・ド・トクビルはこの時、パリを駆け回り主要議員やパリ市長、マラストに面会していた。彼は、兵士の大半が、 パリ労働者に関して何も知らない地方の農村出身者で社会主義に対する敵意だけで反乱を力づくで鎮圧しようとしていることに警鐘を鳴らしたが彼の声も無視されてしまう。バリケードに立てこもる民衆にカベニャックの指揮の元国民衛兵は4日間の流血戦を展開した。しかし金属港などの一般労働者が集結して放棄したため民衆側に指導者はなく 個々に判断を下して、鎮圧軍に抵抗していた。統一的な指導部に書き、戦略性を持たない放棄が長く保つことは考え、たい状況にあった。バリケードは過去に撃破され、6月25日には一方的な殺戮の予想を呈した。無残な戦闘に危機感を感じた、パリ大司教、モンセニュール・アフレが仲裁に動いて労働者に降伏を呼びかけられた。 鎮圧軍の兵と牢場中の労働者が戦闘地帯で包容を交わして戦闘中止を図った。しかし、鎮圧軍側から発砲があり、大司教は腰を打たれてその場に倒れ、労働者によって救護所に運ばれるが数日後に死亡する。この事件はファルーによって民衆の残虐性を示す例称として利用され、鎮圧者側に激しい敵意が生じた。6月26日、 三ン,ンとはアヌ外のバリケードを最後の拠点として労働者は頑強な抵抗を続けた。しかし、大砲の砲撃によって建物の外壁に穴を開けた兵士が突入して、バリケードはとうとう破られた。六月放棄は政府、労働者の両陣営で多くの地が流れたが、政府の反動に抗議するパリ民衆の反乱は失敗に終わった。四日間の流血戦を経て、 放棄は鎮圧され、守備に当たった労働者は容赦なく、殺された。十万兆の小銃が押収されて二万五千人が逮捕されて、反乱は収束した。最終的に死者は、政府側703名、労働者側3035名に及んだ。容疑者狩りが必要に行われ、疑わしいとされ政治犯となった労働者が捕獲され、まともな裁判も受けられずに、 アルジェリアに追放された。この事件により、それまで共闘してきたブルジョワとプロレタリアの関係が決裂した。政府側を支持するブルジョワは、反政府的な労働者による社会主義革命を警戒するようになり、これまでのように革命の担い手にはならなくなった。むしろ、社会の安穏を求めて保守化した政府を支持するようになるのである。こうして、 市民革命の時代は終焉へと向かった。以後の展開に関する記述はフランス第二共和制に譲る。詳細は EN ジューンデーズアップライジング及びフランスジアデネで順位を参照。ありがとうございます。